本隅文造省は10年1月25日は、日本の政治家、中浜村長。初代中浜村長本隅虎造の議定。古市の野津村の本格化は代々、与兵、所十郎を襲名する豪能で、王将屋を務めた由緒ある家柄だった。29歳で村長に就任し、大正3年から、高知整理事業に着手したほか、米川推理考え事業、 信用組合創設等を行って、養蚕で栄える本村農業の振興に努めた。さらに農業補修学校の分教場制度を廃止して、教育の質的向上を図り、尋常高等小学校の増築もなした。ABCD、坂港志士、上官556ページ指分の在方役人に、対して軍村行政の実務を担当したのが、 王将や以下の農村自治役人であり、在役人と呼ばれた。在役人はまた軍政を担当する、軍役人と、村政を担当する、村役人に区分される。軍村行政の最高責任者が、王将屋で、半初期の会見軍には4名が配置され、会見軍を4か前に区分して、各々の,の,の行政を分担した。終始小は、官営十年頃から各軍一。 二名当て新設された。寛永十年の王将野球長によると、会見軍には四名の王将屋が配置されており、そのうちの一人者、小村次郎左衛門が浜道地区を担当したものと推定される。以後元禄初年までの浜目地区担当の王将屋としては、古志の津村の住次郎左衛門、住半左衛門、住三郎兵衛、車、 お村深田三郎衛門が続き終始商屋には遠方7年以後、元禄初年まで、住予兵があり、その間予兵は、組頭商屋をも検体していた。軍役人を歴任した古志の津村各氏には、現在の古志の津村、本格化先祖と通称、麦かき格の2系統があったと言われている。当時の小志の津村は、南弓浜開発の中心基地となった村であり、格化は、 神殿開発の先導役として、弓浜半島の豪農に成長したものと思われる。岸プキには、江戸期の少子の津村の旧家、住与平も、岸一門の末話につながる由緒を伝えている。ありがとうございます。